皆さんこんばんは、 MK です。マリオ&ルイージ RPG3 デラックスパート4やっていきましょう。前回の続きからですね。なんかこの綱を引いて助けてほしいという人がいるので、マリオたちを使ってクッパにパワーを届けたいと思います。これはどうすればいいんだ。ここか。はい、これがクッパの腕の筋肉。おお、何か反応しているみたい。きっとクッパが何かを運んだり動かそうとしたりしているんだわ。会話すればええやん。会話できてたでしょ。何かのスイッチみたいね。お、ハンマーだな。おお、なんだ。え、マリオ危ない。あ、ここでまた押す。おお、これで筋肉に力がみなぎってくるのか。おお、すごいすごいすごい。おお、なんだか力が湧いてきた気がするぞ。行け、引っ張れクッパ。何が起きたの。これは、え、何何。おーっと、これをマリオで返す。ルイージで、え、マリオか。ルイージで返す。ちょっと待って。あ、赤はマリオだ。赤はマリオ。なるほど、なるほど。ちょっと難しいぞ。ちょっと難しいけど、ミニゲーム的な感じだ。頑張っていきましょう。ぬおー、いけいけ。まだか？クッパの筋肉が刺激を受けて大きくなっているの？行きましょう。ねえ、あの電気のようなボールをもっと当ててみない？行きますよ。マリオ、マリオ、ルイージ、ルイージ、ルイージ、マリオ、ルイージ、危ねえ今の。マリオ、オッケー。で、また筋肉が大きくなった。いけるか、クッパ。引っ張れ、引っ張れ。おお、うん、びっくりしてる。うわ、島が。今の海の上を通ったというか、もう飛んできたよね。よーし、なんとか助かりましたね。すげえパワーだな。それにしても。なるほどね、クッパの体に今みたいに刺激を与えるとものすごい力を発揮するみたいね。なるほど、こうやって進めていけばいいんだな。どうだ、これが我が輩の力だ。とんでもねえ力だな、本当に。おい、大丈夫かお前、埋まってんぞ。うん、何やら景色がアップサイドダウン。ともあれ助けてくれてサンキューベリベリマッチ。おい、秘密のブロックとやらをさっさとよこせ。オフコース、ミーからのブロックのブロックによるブロックのための俺、あんたもブロックだもんな。これか、受け取ってください。これは 何が使えるんだろう。バキュームブロック。ほう、もうバキュームはできるんじゃないの。違うのか。やっぱりただのブロックにしか見えないぞ。騙したな。おう、ノンノン、それが普通のブロックに見えると、あなたのブロック魂もまだまだそうスイートです。それはバキュームブロックといって、叩くと目の前にあるものを吸い込めるようになるのです。バトルの時にこれを使えば相手を吸い込んでしまえるトレビアンなブロックです。それはすごいな。相手を吸い込むだと、バトル中に相手を吸い込むのか。アンズルより産むがイージー。アンズルより産むが安しを、なんかそのね、やってんだな。試しにミーとバトルをしてみましょう。わかりました。あんたを吸い込んでもいいの。はい。おお、頭取れてるね。あ、怒ってる。そういうことか。さあ、そのトレビアンな、ん？そのブロックのトレビアンの肌触りに酔いしれてみましょう。その頭が上下逆転になると怒ったり優しい顔になったりするんだな、これ。おお、怒った顔になってるぞ。レッツビギン、イッツショータイム。たったなう渡したバキュームブロックのパワーをレクチャーしましょう。頼むぞ。どうやるんだ？はい。まずはバキュームブロックをルーク。激しい反応をしますね。バキュームブロックをチョイス。いちいち言い方が若干腹立つんだよな。おお、あ、X 連打？X 連打ね。ワンダフー。うわー、吸い込んじゃった。あ、なるほど、そういうことか。クッパで吸い込んで、これはサプライズ。ビッグムッシュの中にヒゲのムッシュが。How are you? マリオ・ルイージですよ。バーとミー、ミーはビッグムッシュのブロック魂を引き出し中。外に戻りますよ。アデュー。すごいな。とんでもねえ戻り方すんな、あいつ。うわー。このようにバキュームすれば、モンスターやアイテムを吸い込めることがあるのです。はっ、お、なんだ。このように空飛ぶモンスターもバキュームパワーで下構えかも。しぶといモンスターも、ボタンをメニープッシュで吸い込めます。このパワーを使いこなせばストロングモンスターとのバトルもイージーになるかも。だからバトル中はバキュームブロックをルーク。さて、このまま続けていきますよ。よーし、アンドゥトロは何。あ、そういうこと、そういうこと。お、巨大キノコだ。ニュースーパーマリオブラザーズ御用達、巨大キノコ。あ、プッドドドド、オッケー。あ、なるほど、これを連打してコインを稼いでいく。はい、なるほどな。バキュームブロックやってみよう。はい、これで X を連打。連打して吸い込んだ。そうするとマリオたちのところに来る。すぐ登ってくんだから、あいつ。これでマリオたちと連携して敵を倒すこともできるってことだな。とんでもねえ考えられてんな。すげえな、このゲーム。はい、吸い込め吸い込め吸い込め。いけいけいけ。よし、オッケー。
でまたここに来る、で帰るの何の意味があるんだこれは。はい出す、で相手がはいブロックをした、何、おおありがとう、回復させてくれたの。もうパンチでいいんだよね、こいつ倒しちゃうぞ。はい行きましょう、えいドカーン、あれゼロポイントだ、あれゼロだ、ストップ、もう OK です、あなたのブロック魂はパーフェクトになりました、ミーのブロックトレーニングはこれにてジエンドね。特にレベルが上がったわけではないと、まあ倒してないもんね。おお新しい技手に入れましたね。 How was it? いかがでしたか。バキュームブロックの色、ツヤ、肌触り、トレビアン、 It's amazing でしょ。あなたもいつの日かブロックコレクターとして第二の人生を歩むといいですよ。それはちょっといいかな。それではまたお会いしましょう。 See you again。 誰なんだあいつは。よーし、じゃあ進めていきましょう。ここにはもう何もなさそうだね、登れないし。上か横か、とりあえず横行ってみるか。はい、あーなんかすごい難しそうなマップに来てしまった。危ない、ほい、オッケー。なんだっけ、虫歯3本だっけ。うわなんかいるじゃん、なんかいるぞ。ついでにこれ吸い込みやってみる。はいこれで吸い込み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 、いけるぞいけるぞ。おお雨吸い込んだ、あなるほど、これで、あーあーあーあああ、雨だけ吸い込んで帰っちゃったと。危ない、あーあった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 。そんなちっちゃいウイルスにやられんなクッパさんよ。これを思いっきりパンチドカーン、いいですね。まだか、来るか。うわー体が刺さってしまった、一発で行きたい。まだか、ほい、オッケー。体がある間はね、ゼロダメージしか与えられないんで、ここのパンチを華麗に決めていく。ドカーン、いいですね。はい、ピリ辛チキン。このチキンで体力を回復すればいいんだな、クッパの場合は。マリオたちはキノコで回復すると。進んでいきますよ。これもドカーン。こういう雑魚どものバトルは、なんだろうな、実況の時、早送りしてもいいかもしんない。パンチは1人ずつしかいけないもんな、歯が3本だな。ほいドカン、いやもう1個レベル上がればこいつもワンパンできんのかな。はいオッケー、来るか、もう1個。うわーまあそれな、これ失敗しちゃうととんでもねえ時間の無駄になってしまうから、ここドカン、いいですね。4発当てないといけないもんな。このただの敵キャラ戦は早送りしよっかな、その方がなんか実況に、実況に使える時間としては多く取れるかも。多分ね、このゲームちょっと長いんだよ。だから、パート20ぐらいで終われないと思うんだよね。パート30、40までいっちゃうとさすがに長いと思うんで、戦闘も私の気分で早送りしたりするかもしれません。ここパンチいきますよ。ここ思いっきり踏み込んでドッカーン、いいですね。何かもらったぞ。はい激辛チキン、なんかプレゼントのリボンの色によってあれだよね、変わったりするよねランクが。はいレベル2になりました。またパワーを強化していきたい。4いきますよ。2323、あ3までしか無理だ。123123123、 OK 3アップ。あ4アップできるときとアップできないときがあるんだな。はい進んでいきましょう。またいるね、おりゃ。ただの戦闘だからな、この辺は。レベ上げも大事なんで、でもやらないわけにはいかないんですよ。はい、で、ここでパンチを繰り出していく。一発でやれるか?踏み込んで X ボタンを押す。36、おお、一発でいけるようになりました。歯が3本も一発の時代だ。おい、あっと、今の当たったんだ。ここもパンチで一発でやっていきましょう。溜めて踏み込んで、ドカーン、いいですね。またピリ辛チキンかな。はい結構ねまだ序盤だからかレベルどんどん上がってくね。序盤のうちに稼いでおきたい。はいおーっと激辛チキンと100コインはでかい。ここはでももう何もできなそうだな。戻りますよ。上だな。じゃあさっきの場所で上に行けばいいと。レベ上げ場所みたいな感じだったんかな。はい歯が3本どっかえーっと今のは叩けなかった。はいここでまあいるね。ってことは吸い込みからやった方がいいな。バキュームで連打していく。ここ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 、よし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 。
で40回復。お、なんか上がったぞ。ディフェンスも上がっている。おい、あーっと、これむずくね。これめっちゃむずいんだけど。パンチですね。ディフェンスが上がるよりも攻撃が上がってほしいんだが、どっちみちワンキルか。オッケー。どっちみち一発で倒せるようになってきましたね。はい、18上がる。うわー、でもなんかしょぼくなってきたな、経験値が。経験値が厳しくなってきたぞ。ほい、あたた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 た、ほい、あたたた、ほい、あたた、おい、おい、あー、くっそ、当たんねえもんな。全然当たんねえもん。はい、ここでまた吸い込みからだ。バキュームで吸い込んでいく。オッケー。この歯も吸い込めるからいいよね。で、こいつらが帰った。はい、で、そいつに、あー、一発パッドカン、危ねえ今の。今のも危ないぞ。で、ここ、はい、踏み込んでドカンと。いいですね。お、いい色のリボンだから、激辛チキンだ。はい、またレベル上げていく。いいよ、どんどん進めていきましょう。こっちには何かいるね。コインがもらえるのかな。はい、この虫歯は特に、あー、パンチから入りたかった。パンチから入りたいけどなかなか入らせてくれない。またバキュームからだな。はい、バキュームで連打で吸い込め吸い込め吸い込め。よーし、オッケー。このクリボー、アメなくすと泣いて帰っちゃうからな。はい、で、こいつを、おい、あー、なんだこいつむずいな。あのウイルスむずいぞ。あ、虫歯だからウイルスが出てくるってことか。はい、ドカーン。なるほどね、そういうことだ。虫歯のウイルスなんだあれは。今気づいたわ。はい、進めていきますよ。ここ壊して、何が手に入る。ピリ辛チキンが3個。いいね。おい、パンチから入ると結構有利よ。あ、でもどっちみちバキュームなのかな。どっちみちバキュ、あ、違ったわ。はい、で、ここをパンチで1体ずつ攻撃していく。えい、ドッカン。いいですね。炎が使えるようになればまた変わってくるんだろうけど。おい、で、もっぱつここでパンチをぶちかますぞ。踏み込んでドッカン。オッケー。で、まだレベ上げには遠いか。お、行ったぞ。行きました。レベル4かな、これで。はい、レベル4になりました。また攻撃が上がりますね。ディフェンスとかを上げてもいいような。スピード上げてもいいよね。でもね、攻撃順番があるから。あー、2になった。上がり幅があるな、やっぱり。スピードとかを、角って何？角って。角を上げれば何が起こるんだ？下には何もなさそうだな。この辺歩いていける？あー、いけないな。ここは繋がってない。こっちもこれもあれだな。炎がないとダメか。炎がないのがかなり痛手だな。はい、進めていく。OK。あれ？パンチで決めたかったか。うっ、くそ、オッケー。また歯が3本。おい。歯が3本ってか、歯が4本あるけどね。見た目的には。はい、オッケー。おっと、あいつらも倒したな、これで。その方がいいじゃん、絶対。で、パンチでこいつも倒していく。踏み込んで、ドッカン、オッケー。53、やば。めっちゃ強いやん、クッパ。え、レベル上げすぎかな。いや、そんなことないだろ。ボス戦とかどうせ一発じゃ無理なんだから。おい、チーズチキン、なんだ。チーズが入ってると何かがパワーアップするんだろうか。またパンチから入りましたよ。はい、よーし。いやー、これ気分いいな。これだけでもう3体倒した判定になるもんね。はい、ここを踏み込んでドッカーン。いいですね。53はやばい。はい、もうどんどんレベル上がってっちゃうよこれ。いいんだけどさ。いいんだけど、どんどんレベル上がるね。はい、上に進んでいきますよ。お、セーブブロックがあるな。一旦セーブしておきましょう。はい、ムッシーバビーチでセーブ。今何時？うわ、3時45分、マジで。明日の会社めっちゃ眠いぞ。ここはなんか変なタコみたいなのがいるけど、関係なさそうだな。進みます。あ、待って、今の、うーん、なんだ、む、なんだこれは。ゲッソーが、なんだこれは。ゲッソーの形だね。変な形の石像があるぞ。お、下か。何ですか？イエロースターちゃん。浜辺を見つめる石像。それはマリンパイプの像だわ。マリンパイプの像とは。なんだそれは。海のヒーローを称えた石像よ。なるほど。ヒーローだと、ということは？
我が輩がモデルということだな。こいつすごい幸せそうだな。ふんが全く似てないぞ。おい、あんま叩くな、石像なんだから。ちょっと乱暴なことはやめなさい。ふん、我が輩はもっと凛々しい目をしているぞ。そうだな、このゲッソすんげえ。うん、なんだ光ってるぞ。なんだ石像が動き出したぞ。え、動いた、そんなはずはないわ。え、動いてる動いてるよ。なんだ、うー、白くなって色がついた。何、うわー、襲いかかってきたぞ。なんでやねん。おい、なんなんだこの石像は。フルルルル、うん、あいつの魔法だな。いやいや、こいつやない、このこいつやん。何それ。え、その石像その喋り方面白いな。その石像には我が少しばかり手を加えたれるよ。その声はフルルルル。どうやらクッパ城に来るつもりらしいルルが、簡単には来られないルルよ。というより来させないルル。それは困るぞ。うん、邪魔をするつもりだろうが我が輩をなめるなよ。あっという間にたどり着いてくれるわ。フルフル、長い人生より、長い人生寄り道も必要ルルよ。そんなに焦らないで我が改造したその石像と遊んでいくがいいルルよ。ボス戦だな、この石像が。普段はクッパ一味のゲッソーですが、とりあえずその石像をなんとかするしかなさそうね。よし、行きましょう。ガハハハハ、ちょうど一暴れしたかったところだ。相手になってやるわ。行きましょう。まあまあまあ楽勝でしょう、レベル上がってるしね。はい、おー、石像だ。なんだ、何が起こっている。これがポンって出てきて、何ここでパンチ。あーっと微妙に外す。13も食らうの、めっちゃ食らうよ。あ、バキュームからやるといいらしい。はい、バキュームで何が吸い込めるんだ。イカの部分が、お、イカの部分を吸い込みました。下に出てきた。これでマリオたちで攻撃すればいいのか。ジャンプでいいか、ブラザーアタック決めるか。よし、行きましょう。ここでブラザーアタックを決めますよ。ほい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 、ここでラスト、エクセレント、いいですね。結構ダメージ食らわしたぞ。で、こいつもブラザーアタックでいいな。ブラザーアタックで緑コーラ、今度もエクセレントを狙っていきましょう。はい、緑コーラをキック、キック、あ、うん、押したけどな、押したけどな、今やばいぞ。何が起こっている。うん、もう今のはわからんて。もう一回来るぞ。ほい、オッケー、4。お、跳ね返した。これで戻ってきたと。刺さってんぞ石像に。はい、マリンパイプの像、行きます。ここでドッカン、クッパは強いぞ。53、強すぎねえか。もう一回いける、もう一回ここで叩いていく。パンチだ、ドッカン。まだか。おお、怒った。え、おこなの。いや、おことか関係ないから、行きます。ここでもう一発ドッカン、48。おこだからちょっと強いんだな。はい、ゲストの像が上に戻りましたが、早かった、やばいぞ、体力がちょっと危ないな。バキュームから行った方がいいな。バキュームでイカの像を吸い込んで、マリオとルイージで先にそっちから攻撃しましょう。はい、下に降りてきた。ここでブラザーアタックでいいね。緑コーラを決めていきたい。これさ、クッパの方が絶対ダメージ的には与えられるんだけど、そういうわけでもないのかな。ほい、ここでマリオがラスト決める。オッケー。いやー、所詮こんなもんだもんな。クッパだと40何とか50何とか一気に与えられるから、こっちでやるよりもう、なんだろう、効率がいいはずなんだよな。はい、ほいほいほい、ここでルイージがラスト決める。ドッカン、いいですね。合計が15。ほら、うん、やられた。ゲストを倒したぞ。わー、いいねいいねいいね。いや、やっぱレベル上げとくとめちゃくちゃ有利だな。ルーキーウェアゲットしました。なんか装備も整えた方がいいか。はい、クッパがレベルアップ。スピードとか上げとく？パワー上げれるかな、これ以上。はい、わー、1か2だね、やっぱり。パワーを地道に上げてってもいいですが、ディフェンスとかもワンチャンあるな、上げる必要あるかもしんない。はい、とりあえずこの像を元に戻したか。オッケー。さっき完全に破壊してたけどね。ガハハ、こんな子供騙しで我が輩の邪魔ができると思ったか。はい、おー、なんだ、下に木が生えていけなくなっちゃった。む、なんだ、今度は何、またか。なんだ、うわー、水が出てきた。ほう、なんだ水か。
そういえば喉が渇いたな。お、水飲もうぜクッパ。おー、水すごい飲み方。あ、なるほど、水を飲むと流れてきちゃうんじゃないの、体内に。見て、あそこのスペース何か変化が起きたみたいだわ。行ってみましょう。わかりました。マリオさんたちをじゃあ動かしますよ。今度はお知らせです。何？ヘモグロジュースが特別セール中です。ぜひキノピオ広場にお立ち寄りください。いや別にそれはいいかな。はい、じゃあマリオ&ルイージでここか。ポンプスペース行きましょう。いなのかここは。なんだ、うわ水だ。なるほど、クッパが水を飲むとマリオたちも水中面になるわけだ。はい、大丈夫、息できる。見て、あそこ道を塞いでいた壁が水の力で浮き上がっている。あそこまで泳いでみましょう。どうやって泳ぐんだ。そうそう、泳ぐときは Y ボタンを使うといいわ。2人で一緒に泳ぐことができるの。もちろん A と B で別々に泳ぐこともできるわよ。わかりました。まあ Y の方がやりやすいね。はい、おっと、上、何、クッパ、クッパを、あ、今度は水が飲み終わる。あ、腹の中がチャポンチャポンだ。ちょっと飲みすぎたかってなると水が下で下がってる。おお、すげえ、めちゃくちゃいいじゃん。なるほど、クッパが水を飲むと体の中に水が流れ込んできて、クッパが水を飲むのもやめると、体の中の水もなくなるのね。そういうことっぽいですね。何を話しているの。この先にピーチ姫がいるかもしれない。うん、確かに。そうね、今はとにかく先に進んでみた方がいいわ。そうと決まればクッパにもなんとか協力してもらいましょうねえ。ほら、久しぶりに会話しようぜ。なんだ、今みたいに水を飲み続けてくれない。なんだと、どうしてだ。水の力であなたの体の中に溜まって汚れが洗い流せるかもしれないの。こいつ騙すのうまいな。汚れが取れる。そうよ。じゃあ体の悪いところが治るのか。もちろん。こいつ騙してるぞ。炎も吐けるようになるのか。もちろん。マリオにも勝てるのか。もちろん。それは無理だけど。なるほどな。そうか、それならいくらでも水を飲んでやるぞ。おお、水飲み、水飲みクッパになってるうちに俺らで冒険しちゃいましょう。こいつの腹がね、チャポンチャポンになる。もうなったっつってたな。さあ先に進みましょう。これ上の方には何もないのか。この上には何もなさそうだな。よし、じゃあ進んでいきましょう。お、セーブブロックがありますね。とりあえずセーブだ。ここでセーブ。今何時？時計がねえんだよ。あー、4時が近い。やばいな、2時間ぐらいしか寝れない説。ここ、はい、キノコ3つ。あー待って、ルイージどこ。ルイージ、いた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 。はい、ここヘモグロビンちゃん、お久しぶり。ヘモグロビン的な知識としては、今あなたが立っているようなパイプ機関の上で、下を押すと潜れることがあるビン、試しているといいビン。わかりましたけど、まだだな。ちょっと待って、もうちょっと進んでから。あ、なんかいるぞ、ゲストがいるぞ。ちょっと待って、さっきのところやっても良さそうだ。ルイージこっち。ここを来て下か。あ、いけない、ここはいけないぞ。ここは、お、いけた。いけるとこといけないとこがあるな。はい、何かがもらえるんですか。お、え、何これ。あ、なるほど、待て、読んでなかった。マリオ、ルイージ、ルイージ、マリオじゃない、マリオ、ルイージじゃない。あーっと、最後マリオだ。マリオ、LMMLL、 L M M L L、 OK。 お、アタックパーツだ。じゃあまた新しいブラザーアクションを覚えれるっぽいな。下？ん？何？あ、ごめんごめんごめん。クッパ動かしたいんだった。クッパ動かして水を飲んでおく。で、そのうちに A、B でマリオを動かすんだな。そうだそうだそうだ。X ボタンを押すとクッパの操作に変わっちゃうんだね。はい、こっちに行って、このピンクは入れない。ここ、この水のとこはどうなんだ？これはさ、例えばじゃあクッパで、口を離してみると、その水は関係ないな。関係ないっぽいっす。じゃあクッパで水飲んどきましょう。マリオたちもうちょっと進めるかな。その奥にね、なんかブクブクなゲッソーがいたんで、そいつら戦っておく。はい、お、踏んだ状態からスタートになりました。水中で踏むという概念はよく理解できませんが、はい。お、クリボーというか、なんだっけあいつ、忘れちゃった名前。
あいつは倒した状態。これさ、ブラザーアタック食らわない説ない、浮いてるから。ジャンプで行った方がいいな。ミネラルゲストほい。ほい、オッケー。攻撃力が弱すぎる。ここ、何？うわー、いや。その攻撃の方法をさ、理解してないんだよな。はい。オッケー。弱いね。多分コーラ当たんないんだよ、あの空中に浮いてると。よーし、進んでいきましょう。ミネラルゲスまだいる。でもルイージで踏んだ状態でスタートできましたね。はい、ルイージさんがこいつらを踏む。あれ、やられてないぞ。まずいな。ブラザーアタックで蹴散らすか、こいつらを。こいつらを先にブラザーアタックで蹴散らしましょう。はい、こいつらオッケー。あーだだだだだ、あいつに当たるか試したかったけど、試す前に終わってしまった。はい、どうなる、くるくる、オッケー。いいね。うまくやれば、ノーダメージでもクリアできるんじゃないか、このゲーム。はい、オッケー。次、マリオで踏めば終わりかな。いや、なんかこう、体力がないと絶対クリアできないとかじゃなくて、このアクション次第では、全然ノーダメージでクリアできるっていうところが、このゲームの面白いところだよね。はい、で、さっき上にブロックがありましたが、これは？スターキャンディー。お、新しいアイテムだな。何なのかはちょっと分かんないけど、アタックパーツをゲット。残り8個、結構必要だな。あー危ないよ。今のは見てなかった。こいつはハンマーかスペシャル、あれだな、ブラザーアタックだ。ブラザー、あっとやばい、あれが足りない。そっかそっか、回復しないといけなかったんだな。アイテムでシロップか、シロップで、マリオの BP を回復させる。これ一旦使っちゃうのだよね、多分。一旦使っちゃうよな。いやー、回復させてよかった。うわーっと、ジャンプすんの聞いてないもんな。はい、行きますよ。こいつらが上から来るところ、ドッカン。いいですね。まだ来るぞ、まだ来るぞ。OK。いや、やったやん、今。ここ。OK。いいですね。で、ブラザーアクション使える？ルイージ。あ、3しかねえから使えねえな。じゃあ先にジャンプで月相やっとく？月相を。オッケー、オッケー、いいですね。で、次のマリオのターンでブラザーアタックでこいつらを蹴散らしていきましょう。はい。トゲーバ。アメーバとトゲをかけてんだな。はい。ほ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 い。ここでラストドッカン、いいですね。これでトゲーバを蹴散らした。で、ミネラルウォーターじゃなくてミネラルゲスト、これはどうなる？転がってくる。あれか、そのままの状態で落ちてくると転がってくるけど、左右逆の状態で落ちてくるとジャンプ、上に行くみたいな感じなのかな。結構そういうの観察しないと難しいな。お、マリオのレベルが上がりました。攻撃上げよう。攻撃を最優先で上げていこう。パウ、これを、あ、3までだな。はい、あれだ、うーわ、1にしちゃった、間違えた。3をしたかったんだけどな、しょうがない。よーし、ちょっと時間的にそろそろあれなんですが、こっちか。あー、なるほど、ここは水をあえて飲まない。そうするとこれが落ちてきて、あれだとしてもいけんくね。あれ、ちょっと待った、ちょっと待った、だとしてもいけんくねえか。クッパで水を飲んでこれをあげる。で、マリオとルイージがこっちに行って、あ、ここだな。ここ通るっぽいな。よーし、じゃあ一旦この辺にしておきましょう。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。